城のある町にては、梶井い次郎の短編小説。ある午後、手品と花火、病気、かつ昼と夜、雨の六章の総話からなる。幼いイボ妹の死を見取った後の不安定な感情や悲しみを癒すために訪れた姉夫婦一家の住む三重県の松阪町での実体験を題材にした主小説的作品である。 元次郎の代表作の一つでもあり、作中の今、空は悲しいまで晴れていたという一文は有名である。1925年2月20日発行の導入詞、青空2月号に掲載された。その後、元次郎の死の前年の1931年5月15日に、武蔵野書院より観光の作品集、レモンに収録された。 同書には他に17編の短編が収録されている。松阪城跡を幼くして亡くなった妹の死からまだ57日も、次の夏の森、この城下町にやってきた春は、静かな気持ちで妹の死を考えていた。この町は、旬の姉夫婦が住んでいる土地で、近くには城石があった。その城石に登った石垣のベンチから一望できる、 風景は妹を失った実感を強く刻むと同時に、その苦しみを徐々に癒し、都会にあぐんだ、春の心に経験で新鮮な考えを与えた。悲しいまでに晴れた空の下、イラカを並べた街並みの中で、人々は暮らしていた。愛湾の海のパノラマの眺め、上席の小立ちで文法の練習をしているようになく、奉仕ゼミ、昆虫と戯れる、子供ら、夜になると、かつ気づく。 青年たち、秋が近づく自然の移り変わりを感じながら、春はそれらを眺めた。ある晩、定席の夜散歩から戻った春は、姉夫婦に手品見物に誘われ、姉の娘、勝子、義兄の妹、信子の5人で芝居小屋に出かけた。インド人の披露する悪ふざけの笑いの下品な余興や、三流手品に春は、不愉快になった。つまらない手品を見ながら、春は、 今しがたの定石のことを思い出した。それは夜景の遠くかすかに見えた星クラゲのような花火の美しさとたまたま隣に来た少年たちの会話だった。花火を見て花輪と一人が聞くと誰かがフローラと答えた。シュンはそのフラワーとは言わなかった子供とパノラマがどんな手品しもかなわない素晴らしい手品だったと思った。ある日腎臓を悪くして 姉が寝込んだ。その時に春は、義兄から北室郡に住んでいた頃に、勝子が近くの川で溺れ死にそうになった話を聞かされた。それは、姉の留守中、義兄の祖母が勝子を連れて、川に茶碗を洗いに行った時だった。義兄は、心臓がっけで伏せっていたが、叫び声で異変に気づき、川に流される勝子を聞き一発で助けた。それ以来、 孫の嫁にすまない気持ちを抱いた義祖母はボケ始め、ずっと義安にすまんと言い続け一年後に死んだという。そんな話を聞いたシは勝子のお守りをしようとしてそんな目にあった義祖母の運命が何か残酷なものに感じられた。ある曇った日、シは部屋の窓から原っぱの方を眺めていると遊んでいる子供たちの中に男児に倒される勝子を見つけた。子供たちは何か 荒い遊びをしているようで一人の男児が順番に並ぶ女児を次々と引っ張って倒していた。日頃価値気な勝子は他の女児よりも余計にその男児から手荒に意地悪をされているようだった。シュンは自分が見ていることを男児に気づかせるために注視していたが勝子が平気な顔で焚いているのかわざと手荒にしてもらいたいのかわからなかった。その晩の夕食の後 勝子は指に刺さったトゲのため、激しく泣いて、姉を手こずらせた。春にはその泣き声が、昼間の痩せ我慢を爆発させている、悲しいものに感じられた。シュンは、ある日、城の崖の陰にある、大きな井戸から汲んだ水で洗濯をする若い女たちを、見ていた。その様子はとても健康的で幸福な眺めであった。その平面で単純な世界から、シュンは、 国定教科書にあった商家の詩や、明るい子供の丸顔の挿絵を思い出し、同型を感じた。そんな、食ってしまいたくなるような風景への愛着や、新しい生活への想像で眠れない夜が時々、訪れると、昼間の春は、その疲労と興奮で、熱い方を、カエデの木の肌に押し付けて冷やしたい衝動に駆られたり、三文詩を葉書に書いたりした。8月の終わり、信子が、 学校の寄宿舎に帰ることになった。荷物を氷に詰めて、近所で借りた馬車で、翌朝停車場まで、勝子も連れて義母が手伝って持って行くらしかった。春は、今夜のうちに切符を買って、先に荷物を送ってしまえばいいと助言し、自分が持って行こうと申し出たが、信子と義母は遠慮した。春は、義母と娘と姪の三人が連れ合って、 呂車で荷物を引いて停車場に向かう夏の朝の風景を思い浮かべ、それを美しいと感じた。もしかしたら彼女たちは互いに、そんな出発の朝の楽しさを持っているのではないかと、空想した春は清らかな気持ちになった。その夜、眠れない春は雨の音や虫の声に耳を澄ませた。雨戸を開けて敷居を上に座った春は雨で足を冷やした。雨の中、 信子の着ていた浴衣が物干し竿にかかったままだった。信子がいつも着ていた浴衣を見ていると彼女の体つきが浮かんできた。シュムはまだ自分の方が暑いのを感じ、再び夕立ちが来るのを待っていた。元次郎には20歳下のイボイモウとがいた。八重子は父、宗太郎が実家で営んでいた玉突屋の女性従業員に産ませた子供であった。元次郎が 第三高等学校理科高類に通っていた1921年3月15日に、八重子は誕生し、元次郎は春休みの4月に実家に帰省した時、初めてイボ妹の存在を知りショックを受けた。家池に引き取られた八重子は家族に可愛がられ、西上80の死を暗唱するほどの利口な子に育った。元次郎も実家に滞在時にはこのイボ妹をとても可愛がっていた。 しかし1924年7月2日、3歳の八重子は結核性脳膜炎で急性。その時の思いを元次郎は以下のように綴った。小さな体が私たちの知らないものと一人で通っているほとんど、知覚を失った体に、やはり全身的な頭をしているそれが随分哀れ、そうでした。 大勢の兄弟に守られて死にました妹の看病を知っているとき私はふと大きな虫が小さな虫の死ぬのをそばに宿りきてんつっているそういう風に私たちを想像しましたそれは人間の立場感を備えている人間たちであると私たちを思うよりより真実な表現であるように思われました全く感情の灰かぐらです夕立に洗い割れた 静かな山の危機の中で人間に帰る旅いいと思います。梶井本次郎、近藤直人宛の所管自身も、結核の持病を抱えていた本次郎には、八重子の死が、心身に応え、大阪の国書もあり、決断が続き、病気がぶり返していた。本次郎は、八重子の死から約1ヶ月後の8月から、姉夫婦がいる、三重県伊南郡松坂町との町1360番地へ、 養女を兼ねてやってきた。一緒に来た母、久と弟、両吉はすぐに帰り、元次郎だけ一人残って長く滞在した。五条番屋敷姉,姉夫婦の宮武は松坂城跡が間近に見える場所にあり、2010年8月現在も当時のまま残されている。松坂城内の西南にある、絡めて口から城を出て、五条番屋敷に挟まれた道を下ったところにある、 松坂工業高等学校の正門前の四つ辻を左に曲がり、60メートルほど北東に進むと、その左手に六軒長屋があり、その長屋の左から三軒目が宮田家だった。姉、藤は当時、松坂第二小学校の教員で、夫、宮田博も松坂商業高校の体育教師をしていた。同居家族には、二人の長女の久子と博の母親、 よしがいて、夏休みであったため、ひろしの妹、ふさが、寄宿舎から帰省していた。ふさこは、鈴鹿郡亀山町の三重県女子主犯学校に、在学中で、当時18歳であった。夕食後はよく姉夫婦と、元次郎、ふさこの4人でトランプをした。音楽好きの元次郎はオルガンを弾きながら、太いバスで、椿姫を言語で朗々と歌っていたという。なお、 元次郎は姉一家が三重県北室郡船津村座上里に住んでいた4年前の1920年8月にもその地で天地療養したことがあった。宮田博士の妹、房子は作中にも描かれているように性格の良い娘で誰からも好かれる本当に素直でおとなしい人であった。元次郎は宮田家に滞在中、に淡い恋心を抱いていたとされ、姉、 藤は、私たちは何も着付けかなかつたが元次郎がふさこに、好意を持っていたようなことがあったかもしれませんと、語っている。ふさこは、元次郎の第一印象を、大きながっちりした体型で、油気のない硬そうな毛を伸ばしていて、こんな丈夫そうな体で、どこが悪いのかと思いつつ、時々元次郎が鼻をつまみながら、缶油を飲み、紅生姜をガリガリとかじっているのも見かけた。 元次郎はふさこに積極的に話しかけることはなかった。ある朝私が用達から帰ってきますとちょうど頭の上に飛行機が飛んでいて、朝寝坊の元次郎さんが眠さ、うな顔をして眩しさ、うに目をしょぼしょぼさせながら2階の窓から眺めていました。その様子があまりおかしかったので、下から何か二こと、三ことかけて笑いました。無口というほどではありませんでしたが、 押しやべりをしない人で、幼児以外に話をするようなことはありませんでした。奥田ふさこ、元次郎さんのことふさが、女子主犯学校の寄宿舎に帰った後、元次郎は姉、藤を通じて、島崎東村の幼物語の本を一冊送った。宮武の二階の奥の四畳半の部屋に泊まった、元次郎は、いぼいの死を静かな気持ちで考え、ほぼ毎日松坂城跡を散策し、 風景のスケッチや街の人々や建物、植物や昆虫の主催な様子を丹念に走行ノートへ書き留めた。ノートには、名の筆子を無意識に、いぼいもと、やえと間違えて笑われたことも記され、城跡から見下ろした鈴の屋の屋根のスケッチも残っている。元次郎が松坂城跡から見た立派な井戸は、絡め手口の五条番の井戸である。8月末に、 姉夫婦の家を立ち、大阪の実家に戻った元次郎は、9月初旬に京都に出向き、鴨川の河原の風景の中で再び心を解放しながら、そこに行き交う人々、人力車や自動車、測量士のうつくいの音、材木屋が木材を削るカンナの音など、さりげない風景を言葉でスケッチした。城のある町にての執筆作業に取り掛かったのは、前作、レモンを仕上げて、 エバラグメグロ調和座中メグロ859番地の八十川方に下宿に引っ越した12月頃からと推察され、翌1925年1月18日に完成させた。城のある町にては、元次郎の存命中に発表された作品の中では、最も長く、比較的明るい作品である。三島幸男はこの作品を、元次郎の小説の中で最も好きな作品だと、 している。飯島正や浅野明は、城のある町にての描写の各所に、映画的なカメラアングルが見られるとし、遠くに見える花火が上がるところなどなどを挙げている。そして映画的な手法は、ダンテの新曲など古典にも敗退していることなどを語りながら、元次郎の場合はそれよりも、カラフルであり、色彩映画的だとしている。柏倉や巣は、城のある町にて、 の風景描写の特性を最初は無音だったカジーのパーンニングショットにやがて音がついてくるとし、セミヤコオロギの声、往診から帰ってくる医者のオートバイの音に反応する子供たちのハリケーンハッチのオートバという歓声など、その音の伴奏が風景を一段と精細のあるものにしていると評している。そしてその元次郎の歓声が感知するものは単に、 目に見える静止した光景だけではなく、その光景が時間の経過と共に見せる、ごく微妙な変化こそが、時や自然の移り変わりに敏感な元次郎の心を最も深く捉えたものであり、元次郎がこの土地で、視覚、聴覚、触覚のすべてを働かせ、さらには想像力を動員して、周囲をとことん堪能する術を得得しつつあったと解説している。また、 観察に没頭するだけでなく、奉仕ゼミの鳴き声を文法の語尾変化のように聞き分けた瞬間から変貌する情景以下のような子供たちの場面で、元次郎が感覚の微妙なズレから生ずる現実の歪曲を楽しみ、それが原始者、家事の面目だとし、感覚の一部が肥大して、それだけが機能するという元次郎の得意な感性がこの作品にも監視され、 現実を一層興味深いものにしていると評している。鳥座をやむか子を持った子供たちがあちこちする動きが、ふとした拍子に舞台上の無言劇のように見え、そう感じた途端に、無類に面白いものに思えてくるといった箇所である。この時春の耳には、子供の叫び声も、降るような蝉シグレも聞こえていず、子供たちの動作だけが、まるで音を消したテレビ画面のように見えている。 柏倉康夫、ラヤ梶を、京次郎、見ること、それはもう何かなのだ。そして、柏倉は、元次郎が惹かれる、単純で、平明で、健康な世界の象徴である、井戸の水で洗濯に励む若い女たちのみずみずしい、描写の場面や、京都の鴨川の河原のスケッチから鑑みられる、元次郎の観察者としての立ち位置を、結核という病のせいで、現実世界に、 関与できないという定年と冷哀そのために、いつしか現実を距離を置いて眺める地点だと考察している。美しく健全なこうした生活は、かつては、家事のものでもあった。しかし、胸をあずらい、その不安をしじぞけるために、大敗的な世界へ足を踏み入れてしまった者にとっては、もはや何食わぬ顔で、自分のものとして、 生きるのが不可能な世界であることを、カジイは嫌でも自覚させられている。それだからこそ、なお一層羨ましくも心惹かれる、世界なのだ。カジイは一個の観察者としてじっと目を注ぎつつ、それが不可能と知りつつ、その営みを共有しようとする。単純で平面な、生活にしっかりと根を下ろした女たちのありさまが、かけがえもなく尊いものに思われるのだった。 柏倉康グラヤ梶井京次郎、を、見ること、それはもう何かなのだ。なお、インド人の三流手品や、観客をからかう下品な笑いや不尊な態度に腹を立てたシが、次第に心を沈めて、不愉快な場面を非人情に見る。そうすると反対に面白く見えてくる。その気持ちが物になりかけてきたという心構えを、習慣づけていることについて、柏倉は、 元次郎が愛読していた夏目漱石の草枕の中の己の漢字そのものをおのが前に据え付けてその漢字から一歩退いて優待に落ち着いて他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのであるという意識の転換からの影響ではないかと考察しその非人情の境地は私的な態度を維持することに他ならないとしている安倍昭は 城のある町にて、カジーが表現した、今、空は、悲しいまで晴れていたという文章について、今日ではこういう類の表現法は珍しくはなく、誰もが簡単に書くであろうが、その地ににふれている、類似の文章には、もはや、カジ事が寄給した精神が見失われ、通俗化した修字のパターンだけが普及したものになって、しまったと考察している。松坂城の文学松坂城には、 1974年8月に、混流された、城のある町にて、の文学碑がある。元次郎の友人だった、中谷隆雄の書で、以下の有名な一節が刻まれている。今、空は、悲しいまで晴れていた。そしてその下に町はイラカオを並べていた。白亜の小学校、土蔵造りの銀行、寺の屋根。そしてそこここ、西洋菓子の間に詰めてある 緑色の植物が家々の間から燃え出ている。梶井い次郎、城のある町にてまた、1978年5月14日には、三重県北室郡宮間町の上里小学校の校庭にも文学費が混流された。この小学校は、1920年8月頃に、姉、藤が勤務していた学校で、藤が受け持ちの生徒に、 こんな弟があるのじゃと元次郎の写真を見せていたため、天地療養に来て川にいる元次郎を見た生徒は、それが宮田先生の弟だとすぐに分かったという。この石踏みには北室郡に言及する以下の一節が新金な遣いに直されて刻まれている。そこは山の中の寒村で、村は百姓と木こりで養蚕などもしていた。冬になると、 家の近くの畑までイノシシが芋を掘りに来たりする。芋は百姓の半分常食になっていた。カジイ次郎、城のある町にて。ありがとうございます。